それでは演芸の部を開始させていただきます。皆様お楽しみください。どうぞ。昔ながらの音曲入りの滑稽なりもの路上広告業でございます。ちんどん屋さんでございます。ちんどん屋でございます。我々はお芝居もしまして、この後しばらくしましたら、後藤又兵衛の大阪入場というね、非常に大阪の陣のお話のいかめつい話をするわけでございますが、お楽しみに。その前に我々はちょこっとね前座でやりまして、でございます。私のね、もう今日考えたらね、敬老会と聞いたけど、考えたらもう皆さん若い方ばっかりや。もう私がね、もう本当はそっちに座っとかなあかんと思った。私のおばあちゃんはね、明治の37年の辰年生まれ。私は昭和31年、猿の姉妹。タツと猿とは仲がいいということで、おばあちゃん子で育てていただきました。お父さんは大正6年の、これは蛇の姉妹。お父さんの蛇と猿はちょっと馬が合わなかったです。でも、ね、可愛がっていただきました。私のお母さんあたりでやっと昭和3年でございます。3年のうさぎ年でございます。これもまた相性が良かったんでございますけども、今日の方々はみんなそれでずっとずっとずっと若い方々で大変恐縮でございます。私が昭和31年、で昭和35年あたりね、もういろんなヒット曲があるんですけど、私のたまたま九州の福岡、金物屋さんの息子なんですよ。で両方隣がパチンコ屋さん。朝の開店の時には軍艦マーチメント。で閉店の時は蛍の光。で間の時間ずっと一日中壁から聞こえてきました。その曲がこれでございます。橋幸夫さんの「いたこがさ」でございます。
間でございますけどもね、我々のやるこういう歌謡曲もあればお囃子の曲もあるんですね。長唄関係のお囃子、その中で、よく曲芸の時に使う曲で、我々の仲間の不調という名前がございますが、まあ、この後藤所と縁があるね、吉野というね、曲があるんですよ。これ昔からね、曲芸の時も使ったりするんですけど、今日はこの吉野という曲をね、やりながら、次のね、歌い手さんの紹介といきます。まずこの吉野、お囃子ですから笛でいきましょう。このお姉さんが脳があるとこ見てください。脳がありますよ。脳がたっぷり頭に詰まってる。この詩の笛で吹いていただきましょう。吉野メロディー、こんなんでございます。Thank you.
さんさんとこの身に降って、わずかばかりの運の悪さを悔やんだりして、人は
してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで立派な料理人になることや。なあ小石さん、待っててな小石さん。虹と小石と包丁にかけて両手合わせる水かけ不動。さいなら小石さん、しばしの別れ。ああ目を閉ざさない思い出横丁を前陣名残尽きない日が
の嫁ぎの大阪入城の物語。これもちまして学びましての一節。お粗末ながらも務めまする。主演の我が坊主福岡城の領主黒田海の神長政の手合いで左と筋でごまんと。途中に通りがかったのが偶然小倉の城。物語はここから始まります。それでな、
な。ティッシュ。え、お前さん、年は何歳？年？あ、私今年で42になります。42か。あ、42といえば医薬投資だな。道理で影が薄いな。何ちゅうこと言いたはんねん。これで、お姉さんの嫁さんが一体年はいくつ？あ、うちのかかは今年で33ですわ。33と言ったら女の大役だ。夫婦揃って役の人は、これはこれで仲の良いことじゃ。ほんと見ながらよ、この連携に触ることなんかいいよって。え、これで、お姉さんな、あ、子供は何人おるの？いや、子供はね、13歳の頭に10人いてます。10人も。え、頑張ります。で、一番下の子供は何歳や？一番下、あ、1歳半ですね。1歳半。え、1歳半ということは、お前さんな。あ、お前の嫁さん、まだ父が出るのではないか？ち、なんちゅうこと聞かんてんな。まあまあ、それは出ますね。うちの母親はね、まあ自慢やないけれども、ああ、父だけはよう出まんねん。もう、この近所のね、父の出の悪い人が、もう母親の父もらいに来るぐらいだね。あ、あのね、ここだけの話。うちの母親の父はね、差し父言いましてね、ぷくっと膨れて、そんと上向いてね、これはもう何とも格好しとんですわ。聞いてますか？差し父。あ、お前それ毎晩するとるのちゃうか。なんちゅうこと言うてんの。赤ん坊が吸いやすい父やいう話やねん。そうか、そんな父か。今ちょっと忘れ物をして取ってきたんだからな。それを聞いて安心した。この宿に長く投入させてもらうぞ。ちょっと待ちな、あなた。かかの父の話聞いて長く泊まらせていた。おい、かか気ぃつけよ。今晩からもんべ入ってねえよ。もうこの侍何しよるか分からへんの。お前ここでな、お前さんに頼みがあるんだ。聞いてくれるか。あ、明日からな、おめえさんのカカをわしに貸してくれ。いや、せやから、ね、あんた言うてることおかしいって。そんなね、人の嫁さんをね、そんな手の上貸すようなわけにいきまへんねんで。いやいや、夜は、昼はいらんの。夜だけ貸してほしい。余計あかんな。何をする気やねん。何をするってな、わしはな、父を済ませてもらおうと思うとき。だからそれがあかんじゃねえ。勘違いするな。これじゃこれじゃ。は？我がせがれの仁太郎じゃ。なんや。あ、その赤もろことかいな。もうそんなんやったらもっと早うに言うてくれたらいいのに。ちょっと行き見てしもたや。いやいや、母親に死なれて、父が乗って困っておるところなんじゃ。わかりました、わかりました。ほんなら、もううちのお母さんの父でよければ何もでも飲ましちゃってください。そうか、よかったよかった。うわ、これまだ宿屋で飲む酒も飲んだところでおぎゃーと泣けば、また父かと飲んだ酒も身につかぬが、これからは父が心配はないが、心気安く飲む酒は身にもなれば力もつくわい。どうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。
本中の大名が徳川方について指紋を取る。圧倒的に徳川の優勢だ。しかし徳川方に加勢して勝ったところで、豊臣の領地というのは摂津、河内の二つの国だけ。それを日本中の大名で取り合ってもわずかのこと。徳川からは褒美どころか、お前さんにやってくれた褒めて遣わすと礼状一枚で済まされるのがオチではないか。それに比べて豊臣方の味方になって勝ったとしたら、本中の領地は望み次第200万石どころか300万石を廃業されても不思議はない。長政に、それが分からぬバカ息子と、ケツをまくって福岡城を後にしたのであります。幼き我が子を胸に抱き、背中には16巻の鎧びつ、誉れ高き日本号の槍を抱えて目指すは大阪城。しかしながら、後藤又兵衛、途中差し掛かった小倉の城下で何を思うか、歩みを止めての長滞、20日の時が勝ちました。金が残ってどないして払うちゅうのね。あの
な、これから三段だ。お前さん、ここの城下は細川越中の神が治めておる。そこの二番馬楼に有吉将軍というのがおるんだ。そこへちょっと使いに走ってもらえんか。捕まえて、そのどないって言うたらいいよ。あのな、こんな風に言ってくれ。本町二丁目の貴公や、浪人した者が20日間滞在、一文なし、宿屋の夫婦喧嘩、このつらさと、夫婦喧嘩を見るこのつらさ。マジだ、おからさん、そんなことわざわざ言いに行けばっかりなの。言えない。もう、そしたらしちゃうないな。わしが、行こうかな、わしが行く。どこ行くん、どこ行くん。ヤコチンの三段に行くんじゃないか。またそんなうまいこと言うて、たまたまとんずらするきやろ。とんずらなんかするもんか、お前な。そうだ、せがれの陣太郎、あれを歩いておくから、それを肩にしてくれ。あのね、何言うてまんねん。うちはね、子供がもう10人から入れまんねんで、これ以上かかられませんよ。ああ、そうかそうか。おほんで、槍があったと、あの槍を持ってきてくれ。誰？無双の日本語だ。これを置いていくから待っていろ。いや、ちょっと待ってください。こんなもん、若い町に渡されたって、それもしようがない。若い、こんなもんなんだ。ちょっと、黒さん、黒さん、半径黒さん、どこ行くまでなんだ。皆さんご存知の福岡県の民謡、黒田節で歌われているのがこの日本号という槍なんでございます。秀吉の家臣で賤ヶ岳の七本槍で有名を轟かせた福島正則、その福島正則が秀吉から拝領していたという日本号という槍を、黒田の家臣で森田平智信という豪傑が酒と引き換えに飲み取ったという飲み取りの槍、それが一本号のはずなんですが、それをなんで後藤又兵衛が手にしているのか、さっぱり訳が分かりませんが、まあそんなところがご愛嬌、こちらはまたのお話でございます。さて、宿屋を出た又兵衛、小倉城が城門で名乗りを上げると、さあ大変、お父先生がやってきたと門番や使いっぱしりが大騒ぎでございます。さあこちらへ、こちらへと本丸は石鹸の広間へと案内されたのでありました。おー、後藤ばかり2人来たよ。誰か案内がおらぬか。20年前、まだ私は若い自分の話や、秀吉
で100両くれと言ったから、ああ大海に200両にして、泣きの涙でもろって帰るところを皆で口の指をして笑おうというのだろう。お前な、いらんことすんな、このバカ者が。そんなアホな、いえいえ別荘もございません。お気に障るようでしたら引っ込めますゆえ。いやいや、引っ込めなくてもよろしい。せっかくお前の親切心だ。お前の親切心、今回だけは受け取ってやろう。100両のところ、200両を受け取ってやるから、ありがたく思えよ。ああ、これはなんじゃこりゃ。いえいえ、ありがたく幸せに。どうせ今死んだらさらばじゃ。お待ちくださりませ。どうした。せっかくここまで来られたのに、後藤先生をこのまま返すわけにはまいりません。何、はい、細川へ旬の神が来られるまで今しばしお待ちを。いやいや、用件が存在のおるしな、もし用があるなら訪ねてこい。本町二丁目秘境屋じゃ。さらばじゃ。あ、後藤先生、後藤先生、よくやったと。ええ、
しかも息子なら五千石でよいと。あ、五千石で。五千石なら安いぞ。安い安い。あ、安い。お前何を浮ついておる。来て、その息子というのは一体何歳じゃ。さぞかし立派な若者であろうの。まあそうやと思いますわ。では、参ろう。あ、ごめん。お、これはこれは。細川のお父様、どうぞこちらへ。よくぞおいでいただきました。何のご用件でございましょう。後藤又兵衛ごとつぐであるか。まあ、思考料で。おい、thank you.
Thank you.
言えるだけ。さよなら、あなた。私は帰ります。
ありがとうございました。
いよいよこの後は朝からお楽しみでございました吉本興業のスーパースターさあ、ぼんちさんでございます。どうもよろしくお願いいたします。Thank you.